なあプロデューサー、私は道具に対するこだわりって嫌いじゃないぜ。私の相棒みたいなもんだからね。スピーカーやアンプも時々手を入れて大事にしてるつもりだよ。ああいうものは大切に使えばきちんと応えてくれるもんだと私は思ってる。だから感じるんだ、あんたの気持ち。私の衣装を大切に作り上げてくれてるだろう。いや、そういうことじゃなくて。たっくん、分かってないな、バカピー。私はハートの話をしてるんだよ。あんたは真剣に、アイドルの私と、ロッカーとしての私を見てくれてるって、衣装を見て感じたんだよ。だから、仕事だからとかそういうんじゃなく、ありがたいし、その心意気に応えたいって言ってんの。そういうこと。衣装に負けないように私も頑張るよ。見てな、私の本気。あんたのおかげでかなり火がついたよ、プロデューサー。最近は歩き方にも気をつけてるんだぜ。あんたって変わってるよな。なんたってこの私をアイドルにスカウトしたんだから。正直あんたがここまで私の面倒を見て育てようとしてくれるなんて思わなかったよ。その、これからも変わり者同士仲良くやろうぜ。改めてよろしくな、プロデューサー。いいぜ、準備は整った。私の世界で全員好きなだけ弾けな。やけどすんなよ。コツつかめてきた気がするよ。ギターさえあれば、世界のすべては、私の足元にひざまずく！なんてな。さあ、音楽の魔法で、みんなまとめて、私の作った最高の世界へ連れて行くよ。覚悟しな！みんな、ついてきてくれてサンキュー！プロデューサー、私の魔法最高だろ？ん？最高に可愛い？あのな、魔法にかかりすぎだっつーの！ったく、ボコピー。ねんが、今日は仕事サボって昼寝でもしたい気分だぜ。サンキュープロデューサー、今回のライブは自分でも驚くくらい気分が乗ったんだ。今もなんだか体がふわふわしちまってる。もうしばらくこの感覚に浸っていたいな。
みんな同じ気持ちなのかな。あのさ、もしも私が本当に魔法使いになりたいんだって言ったら笑うか？ああ、不思議な力で奇跡を起こすのが魔法使いだろ。実際歌だって魔法みたいなもんだと思うんだ。聴いてる人の心を少しでも変えることができれば、奇跡ってやつが本当に起きたってことじゃないかな。いや、私なんてまだまだこれからさ。よくて魔法使いの弟子、それは自分が一番よくわかってる。だけど私は本物の魔法使いを知ってるよ。知りたいか？それはあんただよ、プロデューサー。あんたは歌いもしないくせに私の心をいつだっていい方に変える。私をここに導いてくれたあんたこそ本物の魔法使いだよ。ってことで、これからもよろしく頼むぜ、私の魔法使いさん。うちらのライブ、目に焼き付けな！サンキューフォーツークロー、数えきれないステージ、この場所から。Honey
サンキュー、プロデューサー。この礼はいつも通りステージの上から返すぜ。いいか？ほれんなよ。